はい、竹内です。おはようございます。月曜日の朝、金曜日から、月曜日まで、逆ですね。月曜日から金曜日まで、朝ね、3分でバケに直結する動画というのをお届けしている、なぜかそんなことを始めてしまった5月なんですけど、本日のテーマはですね、吉村調教師の狙い目となりますが、えー、ウッドも反路も狙い目ありというね、両面持っている旧舎になりますね。反論でもウッドでもある程度の成績をもともと持っている、出している旧舎なんですけど、それぞれに狙い目がありますよと。うん。 で、狙い目を除くと、それぞれガクッと成績が落ちるので、これはね、しっかり確認をしておきたいなという窮者になるんですけど、狙う調教はこれ。えー、まず、ウッドの姉妹で言えばですね、12.4秒以下の時を出して、合わせ先着が単走している間ですね、勝率が11.4%、単回収156%もあります。しかも、あの、割と多く該当してくるので、これを除いた他のウッド調教馬たちの成績がガクッと落ちるということになります。はい。 で、もう一個はですね、反論の姉妹にハロンを12秒台でまとめた加速ラップで合わせ、遅れ、除くなので、単層でもいいですよ。先着編入、単層と考えてください。し、えー、まににロン12秒台まとめの加速ラップっていうのは、 例えば全体が55秒だとしてね。あの、ま、55秒と言っちゃうと、あの、計算合わなくなっちゃうから、4波論から 14.、14.5 13.、13.1 12.、12.4、12.3とかね。そういうところです。しまい2波論を12秒台でまとめた加速ラップです。全体が加速しているかどうかですね。はい。で、勝率が16.4%、単回収134%あります。で、これも頻度としては少なくないので、 これを除いてしまった吉村球社の半路組の成績はガクッと落ちます。なので、まあ、あのウッド組、半路組、それぞれちゃんと分けてですね、馬券を買っていただければなと思いますし、うん、これをやっとかないと吉村球社ってパッと見、あの成績地味,地味に見えちゃうので、買い時ないのかなっていうところであのやり過ごしちゃうんですけど、実はね、簡単に絞れますよということでね、今回の朝の3分動画、えーまあ、こんな感じでご紹介させていただきました。 そんなわけで3分で馬券に直結する動画をお届けいたしました。このチャンネル、竹チューブと書いて竹つべですね。えー、競馬本著者の私、竹内がお届けしているチャンネルです。対策動画、重症対策動画であったり、重症の追い切り判定動画、週末はイレブンベッド予想というね、そんなような流れがあったりしつつも、えー、馬券ネタをアップしたり、競馬ソフトターゲットの使い方のね、えー、まあ、あのー、マニュアル的なね、そんなようなものも過去にアップしてきております。まあ、あの、いろんなね、競馬ファンの方が見ていただけるチャンネルだと思いますので、 これからもよろしくお願いいたしますぜひねチャンネル登録高評価なんかしていただけたら嬉しいですということで、えー、竹内でしたバイバイ